エジプト第三王朝は古代エジプトの王朝。ジェセル王のピラミッドを建造した王朝であり、この王朝から古代エジプトを象徴する建造物であるピラミッドが大々的に建設されるようになった。一般的にこの王朝の成立をもってエジプト、皇国時代の始まりとされる。セクストス・ユリウス・アフリカノスが引用する真似トの記録によれば、第三王朝のファラオは9人であり、彼らは メンフィスを拠点とした。そのうち最初の二人のみ自責が記録されている。初代ハラオのネケロフェスの時代には、リビュア人の反乱に直面し、二代目のトソルトロスの知性には、進化の一人が、異術に長じていたためアスクレーピオス神の化身であるという評判を博した。彼は、キリーシで家を建てることを発明し、 所持を心に留めたと記録している。第三王朝になると、同時代の王妃文等が数多く発見されるようになり、その王党はある程度復元できる。現在知られている第三王朝の最初のファラオとマネトの記録や他の王名表の記録はほとんど一致しない。考古学的に知られる最初のファラオはサナクトである。サナクトに関する異物は少なく即位の敬意や、 その統治について詳しくは分かっていないが、彼はエジプト第二王朝のカセケムイの娘と結婚することでファラオとなるにふさわしい地位を得た。その次のファラオはジェセルである。マネトの記録した王朝はあまり正確ではないが、トソルトロスに関する記録は明らかにジェセルに対応する。ジェセルはこの王朝で最も有名なファラオであり、彼には、医術、建築、所持で、名高い側近、 イムヘテプがいた。イムヘテプは、後世神格化され、神殿まで建造された人物である。ジェセルの時代、ナイル川が7年にわたって氾濫せず、深刻な飢饉が発生した。そこでジェセルは、トトガミの神官であり、蔡義文道独神官庁の地位にあったイムヘテプに、加盟したところ、ナイル川の水源の主であるクヌムの神殿に土地を寄進すれば再び、 ナイル川は氾濫するであろう、と答えたと記す古代文書が発見されている。イムヘテプはまた、後世の古代エジプトで学問、医術の心得を持ったものとして崇拝された。ジェセル王のピラミッドジェセルの時代になると、初期王朝時代以来王王たちが追求してきた王権確立が実を結び、まさに神たるファラオにふさわしい地位を手に入れつつあった。それを示す偉大な記念碑が、 サッカラに建てられた。それは、史上初のピラミッドとも言われる、ジェセル王のピラミッドである。これは高さ約62メートル、東西125メートル、南北109メートルの建造物であった。この独特の墓形式を設計したのもイムヘテプであった。また、ジェセル以後、ファラオの公式名に第四の名前であるホルネブーナが、加わった。この王名が何のために導入されたのかは、 はっきりしていない。一説では、ネブーとはおそらく、瀬戸神の町オンボスを表し、この名の使用は、瀬戸信仰に対するホルス信仰の勝利を収め、ホルス人の決心としてのファラオの権威の確立を表すと考えられることもある。ジェゼルはさらに小型の階段ピラミッドを領内各地に建造して、ファラオの権威としての新しい墓形式を知らしめた。 ジェセルの死後後継者となった石ケ向けと以降、ピラミッドの建造が継承されていった。しかし、彼らについての資料はいずれも乏しく、詳細な歴史はわからなくなってしまう。マネトによれば、ジェセルの後には6人のファラオによる157年の知性があったことになっているが、実際には3人が36年間の知性を持つだけだと考えられている石ケ向けとの統治の痕跡は、 未完成ピラミッドや市内半島で見つかったレリーフ等があるが、具体的な姿ははっきりとしない。次のカバーも重層ピラミッドなどが知られているが、これらのピラミッドはいずれも未完成のまま終わっており、その理由についても詳細は不明である。最後のファラオの符には24年間の知性を持つがやはり、その統治の実態がよく知られているとは言えない。彼は、 メイルムにピラミッドを建設したが、これは現在では、表面が崩落しており崩れピラミッドとも言われる。フニの息子と下級の王妃メルサンク一世の息子で、あると見られるスネフェルはエジプト第四王朝の初代ファラオとされている。また、フニと別の王妃との間の娘、ヘテプヘレス一世は、スネフェルの聖妃であると考えられている。フニの死によってエジプト第三王朝は終了した。 ありがとうございます。